はい、今日は懸垂で、瞬発力を高める種目を紹介します。でこれは背中の筋肉を、大きく広く見せるためによくある、こうしっかり広く持ってこう背中背筋後背筋に効かすようなやり方じゃなくて、自分の体体重を爆発的に引き上げて、グリップを持ち替えるやり方です。で、別にどっちからでもいいんですけど、オーバーハンドグリップからアンダーハンドグリップ、アンダーハンドグリップからオーバーハンドグリップに持ち替えながらやっていきます。こういう感じですね。これは結構、かなりしっかりした筋力がないと、難しい種目なんで、中級者から上級者向けの、トレーニングです。最初は結構しっかり足の振りとかも使っていいんで、足の振り使えれば上体を軽くすることができるん で慣れてきたら徐々に、足の振りを抑えていって、上半身の力だけで上がれるようになっていけばいいと思います。こういう感じで膝をぐっと高く上げるようなイメージですかね。そうすると結構上体を軽く、使うことができます。で、慣れてきたら徐々に足の反動を少なくしていって、しっかり上半身の、主に、背中そして、上腕二頭筋の筋肉をフルに使いながら、上げていけるようになるといいと思います。マッスルアップなんかもすごいいいんですけど、マッスルアップはさらにちょっと難しくなってくるんで、取り入れ方としてはこのジャンピングプッシュアップ、ジャンピングプッシュアップで、胸と三頭を瞬発系で鍛えて、それとこのグリップチェンジの懸垂で、上腕二頭筋や背筋をしっかり鍛える、そういう感じで、ジャンピングプッシュアップと併用していけばより、効果的に、鍛えていくことができます。最初は本当ちょっと難しいと思うんで、しっかり膝を高く上げながら練習していって、ぜひこの、瞬発系トレーニングやってみてください。ご視聴ありがとうございました。